主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティの宮重です。西尾です。プリです。キメです。ワンダです。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談をする番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。はいはい、おもれきね、190回です。お、190。はい、だんだん200回が視界に入ってきました ね。うん、宮崎さんはこう、何ですか、プレミアムフライデーは、な、今月のプレミアムフライデーの予定は、また4月のプレミアムフライデーが、プレミアムは減ったくれもないですけどね。ねえ、あの僕もな、あの過去2回も何にもなく、今月も何にもない予定ですけど、まあゴールデンウィークですね。予定ってこと？そんな後の、うん、お互いそんな時間に縛られないから、プレミアムヘタグレもないじゃん。うん、まあね、うん、プレミアムマンデーもありますしね、うん、いい加減ですけど、なんかにぎわってないですね、街は。どうなんでしょうね、大手だけじゃないの、あんなことやってんの、うん、役所と、役所の人帰んのかな、忙しそうな気がするんだけどな、なんかずれてるなと思ったりもね、しますけどね。あの先月の3月はね、31日年度末だったんですけど、うん、まあ、ちょっと温泉地で宴会っていうのは一応やったんですよ。別にそれはそのプレミアムだからってわけじゃないでしょ。要するにたまたまその日だったんです。たまたまだったんです。はい、そうでしょう。なかなかね、あ、そんなんだったらなんかちゃんともう金曜日は半分にするとかね。ああ、学校みたいにね、もう決めちゃってくれたらなみたいな感じですよ ね。そうしちゃえばいいのになって思ったりもしますけどね。皆さんのプレミアムフライデーはいかがでしょうか。はい、さあ、今回はですね、ちょっと日本語の、まあ、歴史みたいなものをちょっと言葉ですね、ちょっと一人称のこう歴史をね、ちょっと触れてみます。水無月さんは自分のことを言うときはなんて言うんです、普段は。拙者。あたい。あたい、あたいは。なんか貧乏な子なんですか。ね、僕は基本は僕って言いますね。あ、僕かな、うん、僕か私が多いな。俺ってね、言い方僕苦手なんです。あ、そうですか、うん、苦手とかあるの。うん、なんかちっちゃい時からなんか俺って言い方苦手で、なんかいじめっ子っぽくないです。どういうこと。なんかそのジャイアンみたいな感じがあって、嫌だなって。いや、それはもちろんね、その TPO に合わせますけど、うん、なんかついつい俺って言っちゃう時もあるんですけど、基本出ないですね、お上品に僕。ああ、まあでもそれぐらいでしょ、うん、私もあんま使わないか、俺僕ぐらいかな。友達なんかわしっていう人いるよ。ああ、いますね、わし、うん、ね、こういう僕とか私とか俺とかあたいとか、こういうのっていつの時代から使われていたのかなというのをちょっと、ああ、自分をどうよく、はい、触れてみます。へえ。で、まあもちろん日本語が文字として残っている頃のもの以降じゃないと分かんないんですけれども、うん、まあ、要は古くは奈良飛鳥時代の頃からですねになっちゃいますが、うん、その奈良時代以前はですね、こう自分、ね、のことを言うときはあって言ってました。あはってこう言ってたのかな。だってだから僕はって言ってたのを、あはカレーが好きですっていうふうな、
言ってたってことなのかな。でこのあでこれね古事記でね、ヤマトタケルのが登場する場面の文章に悪魔っていう言葉が出てくるんですよ。悪魔っていうのは現代語に訳すと我が妻っていう、ああ東のね誇りになったっていう、うん、関東地方のね、あそうなんだ、なんで嫁さんがなんか飛び込んで、うん、はいはい死んじゃうのありますよね、そうそう、でその去り際に、うん、どっかの山で我が妻我が妻っていう風に嘆いて、それがこう関東地方の東っていう、へーなんかあーってこう言ってたそうですね、うん、うん、でこのあという言い方はですね、平安時代頃まで使われていて、それ以降はもう使われていないそうです。次はね和、うん、これはね、鎌倉時代頃まで使われてたそうなんですけれども、現代でも今和っていうこと、和だけで言う、ね、自分のことを言い表すことってありませんけど、我は海の子、はあはあね、あれあだから和とか我ってこう言い方、まあ、文章としてはね使うし、うん、まあ、あと方言だよね、沖縄でもなんかこれっぽいのが使われてる、あ津軽なんかでもね和っていうね、俺の自分のこと本当和っていう、この我はですね室町時代ぐらいまでは使われてたそうですね。我で和だけのバージョンは鎌倉時代までは使われてた、うん、で、まあ、まあそうか、口頭では使わないけど文章では、まあ我は使うわな、うん、まだ、うん、そうだね、はい、和で次はマロ、マロ、はい、うん、これはね古代の古代の古代ではですね、男性の名前にこうなんとかマロ、はいはいはい、柿の元の人マロとか坂の上の田村マロなど、うん、こう使われて いて、そのそこから要はケリーはこうでああでっていうようなののだって、人マロはこう思いましたとかって自分で、人マロはじゃないでしょ、マロは、うん、だからそういう自分の名前のところのとこからマロは、要するにあの公家さんのあの感じでしょ、そうマロがなんとかちゃんとかいうやつでしょ、うんうん、っていうようなところから、だから人名から来てもともとはね、うん、はあ、確かに今マロちょっとこうお公家さんな、公家さんって今使ってる人はいないでしょ、漫画とかのキャラクターで、いやいやいや、マロマ、まあまあまあ、テレビだね、うん、ドラマで、このマロもね室町頃まではこう使われてて、で平安時代以降は二個一人称で使われて、身分や男女を問わずに用いられてたそうです。それが室町の頃まで、庶民でも使ってたんだ、うん、でも当時を再現するドラマとかじゃ見ないですよね、まあ、もっぱら公家さんですよね、うん、ってイメージが強いですが、一般も使われてたようです、うん、へーへー、続いて俺、俺、はい、多くの男性に使われますが、これは己、はあ、己が転化して鎌倉時代、あ、鎌倉以降一人称、己っていうのはもともと二人称、あなたっていう、ね、言い方で使わってたのが、使ってたのが鎌倉以降は一人称になっております。で、なぜ俺になったわけ、うん、はあ、己から、己って自分のことも己って言うよね、己が悪いんじゃろうがいって言わへん、それ二人称ですよね、はあ、でそこがまあ訛って俺になったそうです、ね、はあ、一人称、己が一人称なんと俺、うんうん、はあ、江戸時代には、まあ、あの金持ちや貧乏人問わずですね、男女問わず広く使われます。うん、で明治以降になると共通語では女性の使用っていうのはなくなっていきます。あ、なんか田舎の
ど田舎のばっちゃんとか俺はよってこう使ってるような、あ、確かにね、使いますね。田舎の人とか昔の人みたいな女性は使うのは、だからこれ鎌倉時代以降だから武士が使ってたのかな。うーん、どうだ、だって貴賤男女問わずなんでしょ、うんうん、まあ一般的に自分って意味ですね、はい、これは鎌倉から今日までずっと、うん、もう700年800年使われております。うーん、続いてそれがし、それがし、はい、これはね鎌倉から江戸の頃まで江戸時代に使われていました、うん、中世近世の言葉で、謙譲の意味を表してます、うん、後には尊大なっていう尊大の意も示すようになりました。男子の呼び名として戦国時代によく使われていたそうです、うん、なんか武士っぽいよねそれがしは、まあそんなイメージですね、うん、使わないね僕たち普段ね使わんでしょ、時代劇しか使わないですね、うんうん、次わらわ、女性の謙譲の一人称、うん、で語源はあのわらべの同時の同ね、うん、わらわから来ています、うん、貴人ですね、あの身分の高い人に近づき奉仕する入れ墨を施された女性や腰元っていうところなんだって、わらわっていうのは、で近世では特に武家の女性が用いました、うーんというそうですね、うん、なんかわらわって確かに身分の高そうな人がわらわは、まあイメージはこれもお姫様ですね、うん、漢字では見かけって書くんだよねこれね、ああわらわっていう字ね、小、うん、っていう字ね、ね、はい、続いてあとわらわもやっぱ鎌倉室町江戸時代の頃によく使われていました、うん、続いて拙者、おお、これも武士、侍、忍者などが自分のことをなんていうのこれ、わかんない自分のことで使ってました、うん、で、僧侶の場合は拙僧になるそうです、はいはいはい、で、遊び人風の人は拙者の拙だけで言ってた場合もあったそうですね、拙っていうのなんでしょうかね、拙者、拙僧、拙僧っても言うよね、まあ、坊さんね、うん、で拙者はですね室町以降ですね、うん、でよく使われたのは室町江戸時代、まあ確かに近代に入ってから、まあ、拙者はって言わないね、うん、なんか武士なイメージですね、うん、続いてねこれは僕分かんなかったけど八つ枯れ、八つ枯れ、手前、うん、ね、手前どもはってこう言いますよね、そうですね、うん、こういうのもこちらという言葉の代わりに使うことが多いそうです、うん、今でも使われています、こっちサイドって意味ね、はい、うん、特に室町時代、江戸時代、あと近代ですね、明治、大正、うん、昭和でも戦前あたりまでは使われてたそうですが、手前っていうのはよまだ聞くけど、八つ枯れっていうのは僕ちょっと分かんない、八つ枯れもまあね時代劇でしか見ないね、うん、時代劇で使ってます、八つ枯れがって言ってるじゃん、ちょっと印象にないな、うん、うーん、続いて私、私、はい、私の正しい言い方、うん、公の場で最も使うべき言葉、皇族の人はこう、まあ、公的な演説をするときは必ず私って使うんだって、うん、確かにそうですね、なんかインタビューとか見たときは私はって、あ、今のってこと、うん、今の、あ、今か、うん、私か、うん、昔はチンだよね、そうですね、後で出てきます、うん、あ、出ますか、うん、はいはい、
これね、私はね、やっぱ室町時代以降ですね、今日まで、今日も使っていますが、中世前期だから鎌倉とか室町の鎌倉ぐらいかの頃はですね、一人称として使わず、中世後期以降に一人称の代名詞として使用されるようになったんだって。じゃあどんな時に使ってたのかちょっと僕の資料ちょっと分かんないんですが、はい、続いて和紙、はあ、はい、まあ、老人男性とか武士の一人称で使われることが多いし、はあ、まあ、おじちゃんとかが使ってるような、おじちゃんじっちゃんが使ってるような、わしね、うん、ちょっとあわしって使うようになると大人になったなとかおじさんになったなって、そうなん、ドキドキ出ません？わしはわしがなんて言わないよ。え、ちょっと菅原文太ごっこするときとかわしゃーやろ、その場合、うん、あわしゃーか、あれでもなまっててわしゃーやろでしょ。わしなんて小林よしのりぐらいじゃないの。でもわしじゃないけど、なんか江戸っ子の人はあっしっていうね、あっしあっしはよ、はあ、でもうちの父なんかもわしって言ってたよ。地域性のものもあるのかな。ああ、まあね。うん。わしですね。あれ？あ、そうですね。わしね、うん。はい。続いてオイラ。オイラですね。オイラ。はい。地方、田舎の男性、よそ都会じゃない地方の男性が使用する。可愛こぶるときに男女ともに使用することもある。そうか。オイラ、これね、江戸時代ぐらいから、明治大正昭和前半ぐらいでよく使われてたそうです。はあ、なんかオイラってなんか寂しい男のイメージがね、なんか田舎者でとドラマのイメージ。オイラはよう友達いねえからっていうような。うん、続いて私。私の砕けた言い方で、近世以降にこの句が省略されて私になってきます。で、近世以降にこう女性が中心にこれ使うようになってきます。で、現在は男女ともに使用します。うん、公の場では男性でもやっぱ私、私というのが礼儀になってます。こうでも子供の時小学校とかで男の子は僕とかって言いなさい、女の子は私って言いなさいってなんか教えられましたよ。そんなの言われたっけ。なんか小学校の授業とか、どうと男じゃないけどなんかそんなんでこう教えられましたけどね。今って難しい時代じゃないですか、その性、男女があって、あ、まあまあそうね、その LGBT とかね、なんか、だからなんかその今私って使いますけど仕事的には、なんか照れくささがある。まあ改まった場でしか使わんわな。普通の会話で私がなんていうのはあんまり使わないよね。使わないね。飲み会の時に私って言わないね。飲み会や。いや、なんか私ってなんか私っていつから使うようになりました。私が、うん、私が私を使った時、うん、覚えてないよ。なんか中学生ぐらいの時に使った思い出が、ああ、まあなんかこうある程度社会性を持ってからじゃない、うん、やっぱりこれってさ、その高校受験の時とかにさ、面接試験とかあるとかあるじゃん。そうそうそう、面接とか発表とか、あれ面接も私じゃなかったの、高校とか中学の受験も。まあ僕は勧められないね。ああ、そうなんだ、うん、でもなんか大人の人が私って使ってても、大人の男性が私って使っててもそんな違和感感じないけど、なんかそんな中学生ぐらいとか
あの面接とかで私って言ってるとなんか違和感感じない？あ、まあね、どうかなそういうもんじゃないの面接って、うん、そうなんだろうね。お前けどね、もう面接受けたことあるけど記憶ないや、なんかどう言ってたんでしょうね、うん、ちなみにですね、私ってあの漢字で乃木編にカタカナの無って書くじゃないですか、うん、あの漢字の訓読みって私なんですって、うん、で2010年までは私っていう訓読みはなかったんだって。へえ。で今は2010年以降はあの常用漢字でも私という読み方が認められるようになって、ごく最近の話なんですって、うん、まあ公的にはね、うん、一般的には使われてるけど、一般的には使わなくてますけどね、うん、私文章を書くときに私って書くよね、私は感じるね、うん、はい、さあ続いて値、値、はい、私じゃなく私っていう言い方があるんだけども、うん、私の砕けた言い方になります。もっぱら何でしょうこれ、はすっぱ、はすっぱって何ですか、はすっぱな女性、はすっぱははすっぱですよ。なんかまあまあそういう人ですよ、はい、まあ、今あたいはってなんかスケバンみたいな人が使ってそうだね、そう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 、そういうまあまあちょっとスレッカらしな人ですね、うん、はい。で、あ、ちなみに私は江戸時代ことね。で、あと次ね、僕、うん、僕は、主に男性が私的な場面で用います。ほう、ある程度フォーマルな場でも使うのは許容されています、うん、でこう字の意味としては僕っていうのは男の召使いのことを指すんですって。あ、うん、下僕の僕ね、うん、下辺とも読めるわけだね。まあ、うん、でちなみに同じ意味の女性バージョンは小、うん、あの妾って書くやつですね、うん、はい、下男下女ですね、うん、古事記でスサノオノミコトが稲葉の白ウサギなどあのスサオナオノミコトや稲葉の白ウサギなどがしばしば自分のことを僕って呼んでたんだって、うん、でこれは僕ってあの漢字使ってたんだけども、うん、読みとしてはあとか、うん、やっこ、やっこというふうに読むそうです、うん、で、平安時代以降はこれをやつがれと読むようになったそうです、うん、なんかこう一般的にこう使われるようになってくるのが僕はこう明治以降になってくるんですけど、幕末の1863年、うん、騎兵隊が自称として用いられてたそうで、明治になると書生などが愛用して広く用いられるようになった、うん、なんでごく最近の100年150年ぐらいしか使われてないですね、うん、僕って言い方はよく使うようになったのは、いや違うでしょ、違うの、健常性がっていう話でしょ、もともと僕っていうのはそのあなたの私は無僕ですよっていう意味で非常にこう低い言葉だったけど、武士とかが使うようになって比較的まあそのいい意味で使うよ、ね、いいっていうか そんなにへりくだった言い方じゃなくなっていったってことでしょ、うん、あの知らない近所のおばちゃんとかさ、僕の名前知らない時さ、うん、僕のことを僕、あ、僕ってこう僕ね呼ぶじゃない、ああ二人称としてますからね、うんうん、あれって下げずんで言ってたのかな違うでしょ、で今僕って使う、その二人称で僕って使う、僕使うじゃないですか、僕ちゃんとか、ああそうだね、僕ちゃんこっちおいでとか、僕ちゃんどっから来たのとか言うじゃん、ああそうだね、でもあれ男の子だよね、女の子はそうよね、お嬢ちゃん、お嬢ちゃん、うん、うん、でも今まあ自分が大人になったから僕ってもう言われないからかな、
どういうこと？子供の子供に僕をこっちおいでよって言うじゃん、うん、でも水無月さんに僕こっちおいでよって言わない。それは言わんでしょ。それはもっぱら子供でしょ、うん、だから今言われないんだ、うん、でも子供にも使わないな。ちょっと今度子供に会うから使ってみよう。はい、続いてね、自分。はい、自分ですね。体育会系に多いです、ね、体育会系の男性に多い使い方です。はい、その程度です。ちょっといつからかというのよく分かんないです。私、うん、東京では職人や商人が好んで使っていて、なんか落語家が使ってるってイメージがありますね。ああ、私ね、うん、はははで、私はさっき言ったよね。次、わい、うん、わい、わて、はあ、あて、あて、近畿地方でよく使われて、近世以降に近畿地方で使われているそうです、うん、僕なんかプロゴルファー猿が使ってたイメージが。わいは猿やか。そうですね。あの人は西日本の人な。いや、関東の人だよ。だってあのプロゴルファー猿の家って猿だけなんか関西弁っぽくって、 あとみんな標準語なんだよ。ちょっとおかしいんだよあのうち。はい、続いてね、我が輩。我が輩、はい、これはまあ我が輩が猫であるで有名ですけど、福田赳夫さんもよく使ってたそうですよ。へえ、まあ、今はあまり使わないですね。まあ、世紀、そうですね、あのデーモン小暮かかぐらいしか使わないですね。チン、これね、古代中国の王侯貴族が使っていたんですけども、うん、秦の始皇帝の時に、皇帝のみが使えるようにしちゃったんだって、うん、で日本でも、その使い方があの流れてきて使われてたそうです、うん、今でもチンって言ってんのかな。今言わないでしょ。ああ本当だ。金城天皇は私を使用していると言ってますが、戦前は、文書や朗読文書とかそれを読む朗読なんかのみ、使われてたそうですね、うん、あの昭和天皇の時とかは、はいはい、続いて世、世、世はって言いますね、うん、平安時代以降に使われるようになりました。よって書いて、これ音読み、うん、で訓読みだと我とか和になるそうですね、うん、戦前までは身分を問わず一般的に使用されてたそうですよ。まあよく文章とかで出ますよね。本当、うん、世が思うところはとか。ああそうか、うん、そうか、うん、ちょっと偉そうだよね。まあ、そうだ、我々がその時代劇のお殿様のイメージでしょ、うん、やっぱり戦後は時代劇などで藩主など君主が使う一人称として出てくる、そのイメージが強いね。で全然新聞とかでも普通に書いてあるよ、よって。本当に、うん、昔演説とかでも。へえ。さあ、小生、これはまあ書面上でよく用いられます。まあ、男性がよく使います、はいはいはい、次もう知らない、これ五人、五人、これも、書簡や文章で、男性がよく使用しました。現代はあんまり見かけません。文章ね、うん、ちょっとこの辺を飛ばして下から2番目、足、足、男女問わず、庶民に多く使用されました。あたしが崩れて足になった。ああ、だから私が私になって、私になって、足、足、どんどん崩れていってますね。職人さんって感じだね、うん、次、あちき、あちき、さまざまな地方から集められた遊女たちがお国なまりを隠すために使用した、なんていうのこれ、うん、ん、これ狂わ言葉、うん、だそうです。まあ、足とかあちしとかあちきなんか、あちきとか言いますね、うん、なんか友情っぽいですね。吉原って感じだね、うん、みども、
あどうもな、武士階級で同輩や同輩以下に対して使われた、はあはあ、下に使うの、え同輩同じか、まあ、同僚とかに使うの身共はって、なんかもうちょっと身分の高い人が使ってるようなイメージがある。そうかな、旅先とかのイメージじゃない、旅行先で出会った武士同士の会話とかで、身共は薩摩のとか、うんうん、はい、続いてこなたとかこちとら、こなたは話してに距離あるいは心理的に近い場所を表し、うん、こちらの意味から、うんうん、こなたそなたっていうね、こなたがっていうね、うんうん、で庶民の不作法な言い方としてこちとらなんかっていうのがあって17世紀頃から使われてたそうです。あ、これも職人さんっぽいね、こっちったらなんとかでいいっていう。ああそういうことか、こっちとらってこう言ってたんだ、こっちったら魚屋でいいってな感じですか。なるほどね、はい、ラスト私目、私目目、はい、目は自分を下に言い表すような設備語だそうです、うん、女性の使用人が主人に対して使用したり、位の低い者が目上の人物に対して使用するそうです、うん、そうだ、私目はってなんか下男下女が旦那様とか奥様に、まあまあそうやね、基本的に卑下して言う場合ですね、うん、自分を、うん、まあ、あんまり使わないかも、使う今、うん、私目が、うん、使わないかな、ね、さあちょっとざっと紹介したんですけども、結構ですね、あのよく使う僕とか私っていうのは本当近代以降の話で、あと男性使う俺っていうのが一番古くから使ってんのかな、うん、というような話で、ああ最近は一人称やっぱ僕私が多いのかな、ちょっと21世紀語として、ああ、まあまあ方言除けばそうでしょうね、うん、ないね、なんか新しい言い方、まあ、地方行きはそのね、それぞれの方言があるかもしれないけど、うん、ね、あのまあ、ちょっと「あ」とか「わ」とか「まろ」とかちょっと使って、うん、やんごとない体験を、方言ってそういうもんでしょ、もともとこの中央で使ってたものが、ああそうですね、だん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 外へ広がっていって、うん、都から遠いところに今でも残ってるってことだから、津軽で「わ」って言うってことは、まあ、昔の言葉が残ってるのかっていうことでしょうね、うん、そうか、そういうふうにちょっと地方をちょっと探求してみると、だからそうでしょ、今使わないような言葉が、なんで民族学の基本だけど、うん、まあ私はいつもこう上品にマロと言っておりますので、うちでは、あ、そうですか、そうでおじゃります、はい、おじゃる丸、はい、そうでおじゃりますさあじゃあお便りいきます。トムトムさんからいただきました。トムトム、はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらっています、うん、今年の大河について感想を聞いてください、現在第5回終了時点でお便りいただいております、うん、あの女上主直虎ですよ、はいはい、子役の女の子が上手だった、配役がアマちゃんを思い出させる、うん、今川義元役の翔太さんが出てくるとなぜか笑える、うん、もっとセリフを増やしてあげてほしいなどですが、正直言って物語が地味だなっていう印象はあります。むしろ今川義元が主役の大河が見てみたかったです。話は変わりますが、ここ数年関心を持っている人物に御三条天皇がいます。
摂関家とは関わりのない彼が天皇の位にまでついていく過程も面白いですし、絶対王者の藤原氏に戦いを挑み摂関政治を衰退させていった彼の勇気と政治手腕が好きです。歴史もののテレビ番組で取り上げてくれないかなって思っていますが、そんな気配は全くありません。周りの人にもこんなマイナーな人物について話題にするのは嫌がられそうでできません。こんなことを話せるのはおもれきぐらいです。そんな中、先日ネットを見ていたら山川出版社の日本史リブレットから昨年秋に後三条天皇が刊行されているのを偶然知り嬉しくなりました。彼の子供の白川天皇は大河でも何度か登場していますが、もう少し時代を遡って後三条天皇 VS 藤原頼通で大河を作ってくれたらというのが夢です。いつかこんな日が来ないだろうかなというお便りをいただきました、うん、後三条天皇ですって。後三条、平安時代のもう末期なの。まあ院政の前ですね、うん、あれ院政を始めたのは白川天皇、後三条の後ですね。あ、うん、そっからだからちょっとこう摂関政治が緩んでくる人だったよね、この後三条天皇とかってね。摂関家とね院籍関係がない天皇で、うん、まあ摂関家に遠慮せずできたっていう、うん、ね、なんかたまたまみたいなのがあったみたいなの前お話聞きましたけどね。大河にはできそうですかね、後三条、うん、まあ摂関政治からで、まあ、まさにおっしゃってるように道長より道からでできるんじゃないですか、うんうん、戦とかあるのこれ。戦はねないかな。じゃあ宮中のまあまあドロドロかな。まあまあ武士が怒ってくるような時期でもあるから、まあそういう話で戦はあんじゃない。じゃあトモトモさん、これ妄想大河。大河はきついかなお正月スペシャルそうやね、単発ドラマで 2,3、うん、時間ものぐらいでやってください。はい、さあ続いてミスティさんからいただきました。いただきました。ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらってます、今回ふつおたを送らせていただきます。映画この世界の片隅にを最近見てきました。お二人はもう見られましたか？テレビでの露出もほぼなく、公開する映画館も少ない中で SNS や口コミなどでの広がりでヒットとなったなり、とても評価の高い作品で、うん、私も原作漫画を見ていなかったのですが、見てとても満足し、そして久々に涙腺が緩みました。太平洋戦争時代の広島、呉市が主な舞台なのですが、とても細かい取材により当時の建物や風景、一般の人々の暮らしが再現されているそうです。私個人としては映像を見て日常が簡単に破壊されることにやりきれない怒りを感じ、それでも生きることを強く意識しました。日本人の原点というか忘れてはいけないことを改めて思い出した時間でした。原作も購入したので定期的に見直したいと思います。土曜日に見に行ったのですが、立ち見の方もいるくらい人気だったので、お二人も見ていないならぜひ一度見てくださいといただきました。うん、見た？この世の片隅に。いやー見たいなと思いつつ、それこそね映画館がなかなか。そうなんですよ、僕もね行き損ねたので、何軒かあの映画館ケリーサンシティの近くでもこれ上映してるとこあったんだけど、あんたの町はなかった。ないでしょう、うん、ないでしょう。大都会に行くか、うん、県庁所在地に行くかなんだけど、うん、あと上映時間よ。ああそうそう、それもあるよね。1日1本ぐらいしかやらなかったりすると。そうそうそう、1回ぐらいですよね。どうレイトショーとかだったらさ、そうそうそう、なんとかなるけど、昼間とか朝っぱらしかやんないのはさ、そうそうそう、きつくて行けなかったの。 DVD になんないかな。昔ドラマあったん知ってる？
テレビのこれこの世の片隅にはそうそうそう知らない何年前かな10年も前じゃないでこれ最近だよね2000年に入ってから漫画なんでしょうかと思ったの北川景子かなかなんかで、うん、よくほらあの終戦のあんな感じの特番で、うん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 、ドラマが1回あったんですよ、うん、へえ、うん、それは見たなよかったいやあアニメの方がいいよねそれは黒歴史だねバックのねやっぱほら背景とかがさドラマはきついじゃん難しいもんねアニメはね描きたい放題だしうん、うん、その辺はアニメのメリットだよねまあねいいとこですよねうん、うん、見てみたいんだけどねどうせやらんじゃんなんか陰気な話なんでしょでもいや僕の友達の映画マニア君も絶賛してたああいやもうなんか知り合いから聞いたんですけど、うんうん、なんかねララランドとか見たんだよララランドとは何ララランド見た見ねえよあんなものちょっとケリーさんミュージカル好きなんであマジでうんあの見てたんだけどなこれアカデミー賞って思っちゃったのよへえ、うん、あのなんかあの主演の人たちのダンスがいまいちああそううんそんなもんな、うん、ちょっと目ケリーさん目が肥えてると思うんでああそうちょっと物足りなかったしへなんか過去のクラシック映画のなんかミュージカルの名シーンのパクリみたいなのがいっぱいあってよく見ればああこれって思って楽しいしあ悪く見ればパクリじゃんって思ってなんかっていう評価なのケリーさん的にはうーんにもあの楽しかったよ、うん、サントラは買って聴きまくってるんですけどねララランドのねあそう、うんはいミスティ店長はねあのポッドキャストをやっておりますねあそうはいラジアというね、ポッドキャスト番組をあ店長なんだはい配信されてます牛丼屋さんあそうそうそうそ う, そう最近ね、はいはいはい、あのリニューアルオープンあなたなんか出てたよ、ね、あ時々出ててこの間もちょっと出させていただいてあそうですねはい、はいはい、続いて猫も犬も好きさお、はい、欲張りですね、はい、そうだねどっちも好きってすごいな、うんうんはい、猫派のおもれきです、はい、ケリーさん水月さんこんにちはお二人の楽しい配信を長らく聞かせていただいておりますが今回初めてメールいたします今年の大河ドラマ女城主直虎は正直誰のことまた女の主人公とあまり期待していなかったのですがそれにもかかわらず今は私は今のところ前代未聞のハマりっぷりとなっていますお二人はまだ見ていらっしゃるよ見ていらっしゃらないようでしたので、うんこのようなふつつかこのようなものをふつつかながら書き殴ってみましたと、うんというのであの女城主直虎の第1回のあらすじなんかをちょっと書いていただいておりますが、うん、ちょっとここはちょっと長くなっちゃうのでちょっと省略しますねで、あとオープニングのこともコメントいただいてますあの今女城主直虎のオープニングなんですが素朴でファンタジーな感じの、草花の映像が流れています人の世界での争いでなんだこれん？蹂躙蹂躙されるささやかな自然その抵抗敗北復活のような物語を描いたオープニングです初見で綺麗だけどネイチャー番組かという印象を受けますが回を追い女城主直虎の世界観を理解してくるとこのオープニングにドハマりすることになりますうんでこのお便りを書いているのは2月15日で、ドラマはまだ数話分しか放送されていませんが私が今後注目するのは幼なじみの鶴丸の身の振り方です彼は秀才で周りを周りをなんだろううん配慮の量なんだ何いるかなんていうのごめんなさい読めません、はいいつも自分の心に蓋をしているそんな人物です、彼は幼少時から音は主人公ですねに密かな片思いをしていますが音は、亀様には絶対になるまいとする彼です、うん、あごめんなさい
亀の城はの言い名付けか、音羽は亀の城の言い名付けで、その間に割って入ることは絶対にしません。うん、井伊直光を謀略で葬った汚い父親のに、絶対になるまいとする彼ですが、うん、彼がダークサイドに落ちるかもしれない伏線が節々にある。今後どうなるのか注目です。名脇役には、南禅和尚という人物が、南慶和尚という人物がいます、うん、主人公が困難にぶつかった時、南慶和尚が必ずとんちめいた助言をくれます。主人公の音羽は今は井伊家のために出家して尼さんになり、次郎法師という名前になっており、南慶和尚のとんちから悩み悩んで答えを見出したりしていきます。うん、このノリがなんか一休さんっぽくって個人的にとても好きです。南慶和尚の登場時に毎回にゃんこが一緒に出てきて、それがまた可愛いのでにゃんこ目当てで見るのもいいかもしれません。阿部サダヲの、竹千代もいいですね。お前はいくつだと突っ込みたくもなりつつも、なりつつ後の徳川家康を思い出させるエピソードには思わずおおと声が出ました。長くなってすいません。ちょっとでも何かお伝えできれば幸いです。今後直虎をご視聴しましたら、お二人の感想などもお聞きしたいです。ではこれからも配信楽しみにしております、といただいております。うん、水月さん、女上司直虎見ております？まあまあまあ見てるかな。ああ今年は見てる。まあ、うんうん、もうきついな。あのね、僕もねちょっとしんどくなってきたんですよ。あ、尼さんになったところから、ここ 2,3 週ほら彼女が一応上主になってからちょっと今盛り返して、そうなの、そうなの、あの前がかなりきつかった。もういいよって思ってたら、 三浦春馬が死んで、切られてね。で前田銀ちゃんも死んじゃって、おじいちゃん、ね、おじいちゃんも死んじゃったりして、うん、なんか展開が急だったんだけど、そうで、ね、でそこで直虎になったじゃん。そうおおって思ってちょっとまた飽きかけてきた。ここ2週ぐらいはまあ多少意欲が出ました、ね。うんうん、その前はちょっとかなりちょっときつくなりつつあったね。やめようかなみたいなのがちょっといいタイミング狙ってたんだよね、まあ、みんなの関心を引くためにそろそろかなって、ちょっと収録してるのが4月の私たち上旬なんですけれども、ちょうど直虎になった頃の話をしておりますが、ね、あの鶴はあれは何なの、結局あれは最後は味方になるんでしょ。鶴ってあの人でしょ、あの高橋です。あの人はダメですね。最後切られちゃいますね。あ、歴史的には。そうですね。ああ、そうなんだ。うん、じゃあ何？最初幼い頃いた人はみんなそうやって死んじゃうの？いいの人って。そうそうそう。大変ですね。まあでもね、あのちっちゃい村の話しかしないじゃないですか。そうなんよ。で、あの桶狭間の合戦のあの雑な扱い。そうそうそう。あれって思って、ちょっとその辺も。なんか春風亭昇太さんがどうやって死ぬのかなとかちょっと期待してたんですけど出てこないんだって思って、ね、でもこれから武田が入ってきて、いやもう今川はもうダメになっちゃうんでしょ。まあそうやね、これからだから徳川家との中でごちゃごちゃやるんでしょうな、ね、どうなるんでしょう、うん、その辺がと今川のちょっとこう落ちっぷりをちょっと見たいな。まあ、まず受刑にさんが死なないとね。なんて人だっけ、朝岡瑠璃子。朝岡瑠璃子、うん、はいはいはい、あの人死んで、はあ、まだ生きてる間はちょっと持ってるじゃん。そう、ね、あの人死んじゃった後はちょっともう弱くなってくるよねって感じですよね。ちょっと今期待でも、あ、まだ半年以上あるんだよね。長いよね、うん、もうちょっとどう持っていくのかなとか、なんかしょうもないとこを間延びさせたりしてるような印象もあるんだけど、直政ですよね。だから子供がどうなるかって、うん、だってあっちに移っていくんだろうね、うん、主役が。あのね、オープニングね、この直虎の、あ、言ったわけですね、うん、なんかこう理科の
番組みたいで、あのこんなんじゃ分かんないけど、いっぱい目が生えてきて、なんか理科のさ、あのお勉強番組あるじゃない、教育テレビの、なんかそれ見てるみたいですけど、ね、あの犬猫好きさんもあのちゃんとその意味もちゃんと捉えてる。いつも毎回見て、ああなんか子供の時見た教育テレビみたいしかまだ見てなかったんですけど、ちょっと見方を変えます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあね、今日はここまでにします。はい、おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しております。お便りテーマがあります。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマの思い出や感想を募集しております。他にもいろいろとお便りテーマがあり、詳細は、おもれきのブログをご覧ください。お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013 @gmail.com、 Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。はい、さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします。はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。さようなら。この番組は地図から日本を見てみようとのコラボでお送りしました。